キャッチブランチのスタジオトークです。今日はおすすめレシピをご紹介しましたね、はいはい、もう一回お願いします。はい、明日水曜日はですね、21世紀の処暑に当たるんですね。はい、は今年はまだまだ暑いんですが、この時期から暑さが和らいできます。気温の変化大きくなるので夏バテしやすいんですよね。ということでですね、今日はそんな夏バテしやすいこの時期におすすめのレシピ、ドリンクをご紹介します。はい、こちらなんですが、これ冷やし飴なんです。冷やし飴、私ね、冷やし飴って知らなかったんですよ。あ、そうなんですか。でも本当に関西では一般的なものなので、冷やし飴というのはですね、水飴と生姜を使った飲み物なんですね。はい、早速レシピを見ていきましょう。はい、作り方です。まず生姜をすりおろして繊維と絞り汁に分けます。そしてお水、生姜の繊維、三温糖、黒砂糖を鍋に入れて煮詰めるんですね。普通は黒砂糖入れないことの方が多いんですが、はい、今回はキャッチブランチ流のオリジナルレシピということで、ポイント、はい、ポイントです。黒砂糖ぜひ入れてみてくださいね。そして煮詰めたら、煮詰めたものをですね、ガーゼなどでこします、そしてこしたものに水飴と生姜の絞り汁を加えて一煮立ちさせたら完成です。こうして作ったものはですね、冷やし飴の原液になるんですね。はい、ですのでお水なので割ってから飲みましょう。はい、早速にこれ、はい、そうなんです。今回松下さんが作っていただいたんですよね。ありがとうございます。いいですか、じゃあ一ついただいて。よいしょ、ありがとうございます。松下さんのが普通の水割り、はい、お水で割ったものです。私のがレモンを加えた、ちょっとアレンジもできるんですね。そして私のが、そしてですね、実は私のおすすめなんですが、日記を加えたものなんです。日記、山さんは、いただきます。いただきます。あ、美味しい。これこれこれ、はい、本当に懐かしい味ですね。生姜が効いてるし、あとなんかお砂糖も2種類使ってるからかな、こう甘みにこう深みがあるというか、でも甘すぎることはないですね。すっきりした甘みなんです。いや、美味しい。ごくごく飲めますよ。これぜひ作ってみたらいいですね。はい、ね、食欲がなくても飲めると思いますので、ぜひ作ってみてください。夏をね、まだ暑いですけど飲み切りましょう。はい、